第32回スーパーボールは1998年1月25日にカリフォルニア州サンディエゴのクアルコムスタジアムで行われた32回目のスーパーボール AFC チャンピオンであるデンバーブロンコスと NFC チャンピオンであるグリーンベイパッカーズの対戦ブロンコスがパッカーズを31から24で破って5度目の出場で チーム創設以来初めてのスーパーボール制覇を果たした。MVP は、ブロンコスのランニングバックであるテレル・デイビスが受賞した。ブロンコスの勝利で、第19回スーパーボールから続いていた、スーパーボールでの NFC チームの連勝は、13、連勝で止まった。ワイルドカードから、プレーオフを勝ち上がったチームが、スーパーボールを制覇したのは2度目のことであった。また、 ブロンコスの QB エルウェイは、QB の当たり年として知られた83年ドラフトの一巡目、指名の QB であり、83年組が10回目の挑戦で初めてスーパーボールに勝利したことが話題となった。テレビ中継は NBC が担当した。1993年10月26日にシカゴで行われたオーナー会議でサンディエゴでの開催が決まった。 サンディエゴで開催される大会は第22回スーパーボール以来10年ぶり2度目のことであった。バッカーズは13勝3敗の成績で NFC 中区優勝2年連続スーパーボール出場を果たした。オフェンスは得点でリーグ2位、獲得ヤードでリーグ4位、ディフェンスは失点でリーグ5位、喪失ヤードで7位の成績を残した。 ブレット・ファーブはパス513回中304回成功、3867ヤードを獲得、35タッチダウン、16インターセプト、ランでもチーム2位の187ヤードを走り、史上初の3回目の MVP に選ばれた選手となった。W.R. アントニオ・フリーマンがチームトップの81回のレシーブで1243ヤードを獲得、12タッチダウンを挙げた。 W.R. ロバート・ブルックスがディープスリートとして60回のレシーブで1010 10ヤードを獲得7タッチダウンを挙げた。で、マーク・チュムラは38回のレシーブで417ヤードを獲得6タッチダウンプロボールに選ばれた。R.B. 同士・レイベンスは1435ヤードを走り7タッチダウン53回のレシーブで373ヤードを獲得 プロボールに選ばれた。FB ウィリアム・ヘンダーソンは113ヤードを走ると、共に41回のレシーブで367ヤード、1タッチダウンを上げた。スペシャルチームでは、ビルシュローダーが33回のパントリターンで342ヤード、24回のキックオフリターンで562ヤードを獲得した。ディフェンスラインでは、ベテランのレジー・ホワイトが、 チームトップの11サックを上げた。ラインバッカーでは、サンタナ・ドットソンが37タックル、5.5サックを上げた。ディフェンスバックでは、リロイ・バトラーがチームトップの5インターセプトに加えて70タックルを上げた。SU ジン・ドビンソンはチームトップの74タックルに加えて2.5サック、にファンブルリカバー、1インターセプトを記録した。CB マイク・プライヤーが4インターセプト、 新人のダレンシャーパーは2位インターセプトし、いずれもリターンタッチダウンを上げた。ブロンコスは第12回スーパーボール、第21回スーパーボール、第22回スーパーボール、第24回スーパーボールと、これまでスーパーボールに4回出場したが、いずれも敗れた。しかも彼らは大差で敗れており、4試合の得失点は50得点に、 対して163失点であった。過去3回のスーパーボールの先発 QB は、ジョン・エルウェイで彼は4年間で3回 AFC チャンピオンシップゲームで勝利、スーパーボールに出場した。彼は1991年にも AFC チャンピオンシップゲームにチームを導いたが、バッファロービルズに7から10で敗れ、第26回スーパーボール出場は果たせなかった。1995年、 マイク・シャナハンがヘッドコーチに就任した。シャナハンはダン・リーブスの下で攻撃コーディネーターを務めていたが1991年に解雇され、1992年から1994年まではサンフランシスコフォーティナイナーズの攻撃コーディネーターとして第29回スーパーボール優勝を味わった。彼の在任中、ナイナーズのオフェンスは毎年獲得ヤードで、 リーグ1位であった。1995年のドラフト6順でテレルデイビスを獲得。彼はチームのラン攻撃再建のキーパーソンとなった。彼は1年目に1 1 7ヤードを獲得。この年チームは8勝8敗であった。1996年、オフェンスはリーグトップの5791ヤードを獲得。AFC トップの13勝3敗の成績を挙げたが、プレーオフで チーム創設2年目のジャクソンビル・ジャガーズに27から30で敗れた。1997年もオフェンスはリーグトップの5872ヤードを獲得、リーグトップの472得点を挙げた。12勝4敗で13勝3敗を挙げたカンザスシティチーフスに次いで AFC 西地区2位でシーズンを終えた。テレル・デイビスは1750ヤードを走り、15、 タッチダウン、42回のレシーブで287ヤードを獲得した。37歳のエルウェイは3635ヤードを獲得、27タッチダウン、11インターセプトの成績でプロボールに選ばれた。テシャノン・シャープが72回のレシーブで1107ヤード、ドラフト外入団で過去2年間に22回のレシーブ、389ヤード、 3タッチダウンであった WR ロットスミスが70回のレシーブで1180ヤード、12タッチダウンと活躍した。1994年にシャナハンの下でライナースでプレーした WR エドマカフリーが45回のレシーブで590ヤード、8タッチダウンを上げた。オフェンスラインには7度目のプロボールに選ばれた LT ゲイリージ・マーマン。 シートムネーレンもプロボールに選ばれた。ディフェンスラインには、元カンザスシティチーフスのニール・スミスが28タックル、6.5サックを挙げた。で、アルフレッド・ウィリアムズも36タックル、8.5サック、ラインバッカーには、55タックル、2サックを挙げたビル・ロマノウスキー、4サック及びチームトップの97タックルを挙げた。ジョン・モブリー、ディフェンスバックには、 チームトップの4インターセプトを挙げた、タイロン・ブラックストーン、53タックル、1サック、2ファンブル・フォース、にインターセプトを挙げたスティーブ・アトウォーター、50タックル、2サック、4ファンブル・リカバー、4インターセプトを挙げたダリエン・ゴードンの存在があった。ブロンコスは、ジャクソン・ビル・ジャガーズに42から17、カンザス・シティ・チーフスに14から10、ピッツバーグ・スティーラーズに24から21で勝利し、 スーパーボール出場を決めた。パッカーズはタンパベイバッカニャーズに21から7、サンフランシスコホーティナイナーズに23から10で勝利し、スーパーボール出場を決めた。前年の第31回スーパーボールでニューイングランドペートリオッツを35から21で破ったディフェンディングチャンピオンのパッカーズが13勝3敗、プレーオフでも楽勝していたことから、 12勝4敗で、プレーオフでも接戦を演じたブロンコスより11.5点有事と予想された。各選手はスーパーボールのロゴが縫い付けられたユニフォームでプレーした。ロゴ入りのユニフォームで選手がプレーしたのは、第25回スーパーボールに続いて2度目のことであった。NBC が全米中継を行い、実況をリック・エンバーグ、解説をフィル・シムズ、ポール・マグワイアが担当した。 日本では NHKBS の他に日本テレビが4年ぶりに中継を行った。ハーフタイムショーにはボーイズ2面、スモーキー・ロビンソン、テンプテーションズ、ホートップスが出演した。ファーブからフリーマンへの13ヤードのタッチダウンパスでパッカーズが7から0と先制した。ブロンコスはデイビスのタッチダウンで7から7の同点に追いついた。その後、 ファーブがロバート・ブルックスを狙ったパスをブラックストーンがインターセプト敵陣45ヤード地点からの攻撃権を得た。エルウェイの1ヤードのタッチダウンランで14から7とリード、さらにパッカーズの攻撃でアトウォーターがブリッツしファーブがボールをファンブル、ニール・スミスがボールを敵陣33ヤード地点でリカバーした。ジェイソン・イーラムがヤードの FG を決めて 第2球残り12分21秒、ブロンコスは17から7とリードを広げた。前半残り12秒に、チュムラが6ヤードのタッチダウンレシーブを上げた。後半最初のドライブで、ブロンコスは、テレル・デイビスがファンブル。第3球残り11分59秒に、ライアンド・ドングウェールの27ヤードの FG が成功。パッカーズが17から17の同点に追いついた。 デイビスの2回目のタッチダウンで、ブロンコスは24から17とリードした。第4球初めに、ファーブがフリーマンへの13ヤードのタッチダウンパスを通して24から24の同点となった。ブロンコスは、FB ハワード・グリフィスへの23ヤードのパス、パッカーズの2度の反則で25ヤードを前進、第4球残り1分45秒に、 デイビスが上げた1ヤードの TD ランが決勝点となった。パッカーズの最後の攻撃では第4ダウンにファーブが投げたパスをモブリーが叩き落として試合は終わった。テレルデイビスはヘンズツーに悩まされながら30回のランで157ヤードを走りスーパーボール史上初めて3タッチダウンランを上げた。ブロンコスディフェンスはブリッツを多用し ファーブから3回ターンオーバーでボールを奪った。エルウェイはパス22回中12回成功、123ヤード、タッチダウンなし、WR へのパスはマカフリーへの2回のみであった。ファーブはパス42回中25回成功、3タッチダウン、1インターセプトであったが、ブロンコスディフェンスの落球でインターセプトとならなかったプレーが少なくとも3回はあった。 ありがとうございます。